エリュマントスのイノシシを生け取って帰ってきたヘイラクレースに対し亀の中に隠れるエウリュステウス。紀元前510年頃ルーブル美術館所蔵。エウリュステウスはギリシア神話に登場する無形なナイオビティリウンスの王である。カール・ケレーニーによればエウリュステウスとは甘ねく強者の意である。性格は執念深く卑劣。彼に仕えた平楽レースに 十二の工業を犯した。父は、ペルセウスの息子ステネロス、母は、ペロプスの娘ニーキッペー姉妹に、メドゥーサ、アルキオネーがいる。ヘーラクレースの母アルクメーネーは、エウリュステウスのいとこにあたる。アムピダマースの娘、アンティマケを妻とし、二人の間に娘アドメーテー、息子アレクサンドロス、イーピメドオン、エウリュピオス、メントール、ペリメデースがある。 アルクメーネーが産気づいたとき、ゼウスはやがて生まれる我が子を無形内の大いにつけようと思い、今日生まれる、最初のペルセウスの光栄が全アルゴスの支配者となると制限した。ゼウスの妻ヘイラーはこれに嫉妬し、出産を司る女神、エーレテューヤを使わして、アルクメーネーの出産を遅らせ、もう一人のペルセウスの子孫でまだ7ヶ月だった、エウリュステウスを先に世に出した。 ゼウスは怒ったが、自分の制限を覆すことはできず、制限を進めた女神アーテイの頭を腹立ち紛れに、掴むと、天空から放り投げて、追放にしたという。ヘーラーに狂気を吹き込まれたヘーラクレースは、メガラーとの間に設けた我が子を炎に投げ込んで、殺してしまった。正気に戻ったヘーラクレースは、罪を償うために、デルポイに赴き、アポローンの信託を伺った。 神託は、無形内容エウリュステウスに使え、銃の務めを果たせというものだった。その詳細は、ヘイラクレースヘイラクレースの十二の工業を参照のこと。ヘイラクレースが、最初の工業で、ネメアの獅子の死骸を持ち帰ったのを見て、とぎもを抜かれたエウリュステウスは、ヘイラクレースに命じて、以後は獲物を、縄文の外で展示させることにした。さらに、エウリュステウスは、 真中の大きな亀を作らせ、ヘイラクレースが戻ってくるとこの亀の中に逃げ込んだ。ヘイラクレースに、新しい課題を告げるときには、コプレウスを伝令として、面と向かって離さないようにした。十の課題のうち、レルネーのヒュドラー退治ではヘイラクレースが、イオラーオスの助力を得たこと、アウエアースの、 家畜小屋ではヘイラクレースが罪滅ぼしの報酬を得ようとしたことを理由としてエウリューステウスは感情に入れなかったため工業は1人に増えた。またアマゾーンの女王の腰帯はエウリューステウスの娘アドメーテーがアマゾーン族の女王ヒッポリューテーが持つ帯を欲しがったために命じたというアウベアースの家畜小屋の工業で報酬の約束を果たさなかったアウベアースへの 報復のため、ヘーラクレースが、エイリスを征服して、ディリュンスに帰還すると、エウリュステウスはヘーラクレースが、大王の位を狙っていると非難し、アルゴスから追放した。ヘーラクレースの死後、その子供たちが未経内の王位を望むことを恐れた、エウリュステウスは、彼らを殺そうとして追い回した。ヘーラクレースの母アルクメーネエーと、息子のヒュロスラは、 はじめトラーキースのケイユクスの元にいたが、ケイユクスはエウリュステウスに脅されて彼らを保護しきれなくなった。放浪の末、アルクメーネーたちはアテーナイのテーセウスに助けられた。エウリュステウスはヒュロスラのみの受け渡しを要求してアテーナイと戦いとなった。ヘーラクレースの子供の一人が死ななければアテーナイは破れるという信託のため、ヘーラクレースの娘、マカリアは マラトーンで自殺した。この戦いは、アテーナイの勝利となり、エウリュステウスの息子たちは皆撃ち取られた。エウリュステウス自身は戦車に乗って逃げたが、ヒュロスに捕らえられて殺された。ヒュロスは、エウリュステウスの首を切って、アルクメーネーに渡し、アルクメーネーはその両目を、旗折りの針でえぐり出した。一説には、エウリュステウスは殺される前にアルクメーネーの前に、引き出され、 これまでの自身の行為をヘイラーに命じられただけで自分の責任ではないと告げて命ご用するも彼女に息子の味わったロ苦を思えばあなたを許すことはできないと拒否されている。エウリュステウスの死後、無形内の王いはアトレウスが継いだ。ありがとうございます。